三菱 ME21-24 エンジンとは、新三菱重工業が 309cc 単気筒オフの ME20 型を代替するため、ヒートは同エンジンを搭載し、当時のオート三輪としては、ヒット商品でもあった三菱、レオの生産を打ち切り、四輪軽自動車への全面移行を見据えた事業計画のもとに開発したものである。四ストロークであった前身の m e 二0と異なり、 ME21、24型アニストロークエンジンであり、1972年に 2G21 バルカンエンジンが導入されるまで、三菱車最小のエンジンの基本形態であり続けた。財閥解体後の三菱製エンジンの命名規則は、そのエンジンがどこの工場で生産されるかによって、決定されていた。すなわち、ME21 型の M は、水島工場、E は、エンジン。 21は、水島工場で21番目に開発されたものであることを示している。1968年後半に二 g 移転型が登場した際に、前述の命名規則は廃され、全く新しい命名規則のもとに、形式番号が与えられるようになった。1961年4月、ME21 型は、商用車の三菱、362発搭載され、 ついで乗用車の三菱、ミニカにも採用された。1972年に生産を終えるまで、改良型の ME24 型は、三菱自動車工業の定位の軽自動車や、軽トラックに採用され続けた。しかし、自動車排出ガス規制の強化に伴い、空冷の ME24 では規制適合が困難となったことや、さらなる性能を求める、顧客要望に応えるため、 より現代的な設計のエンジンに更新されることとなった。なお、ME21-24 型は公式にはペットネーム与えられていなかったが、A100-100V 型ミニカに搭載された ME24 はイエローエンジンとあだ名された。これはエアクリーナーボックスが黄色く塗装されていたためで、通時重エンジンの普及版は赤いエアクリーナー、高出力版は 金色のエアクリーナーが搭載されたことで、販売上の差別化を行うためのものであった。ME21-24 型は、空冷エンジンであるが、実際には、大型のシュラウドとシロッコファンにより強制的に、冷却風を導入する強制空冷式に分類されるものである。そのため、類似したシリンダー配列である 2G テミア 2G に、軽エンジンとは大きく外見が異なっている。 ME21、ME21 ME アンペア型は 359cc の直列日筒で三菱360ピックアップトラックや初代ミニカイル A20 型に搭載された。出力は17馬力。1964年11月、ME21 型はオートミックス分離給油方式が導入され、出力が1馬力向上した ME24 型に進化した。 1967年5月、リードバルブの導入により21馬力となった ME24D 型が登場。1969年には26馬力に改良された ME24E 型。1970年の ME24 回型では30馬力まで出力が向上し、1972年後半に G10 型の普及型である。 レッドエンジンに置き換えられるまで、二代目、ミニカのベースグレードや初代、および二代目ミニキャブに搭載された。また、他の三菱製自動車部品とともに 21PS の ME24 エンジンが、ホープ自動車に供給され、ホープスター ON 型 4WD に搭載された。ホープスター ON 型は、後の鈴木ジムニーの母体である。ありがとうございます。